こんにちは。こんにちは。本当はもうちょっと早く始めて配信しようと思ったんですけど、ちょっといつも配信に使ってるタブレットの充電がなくてで、しかもなんかなんでかわかんないけど充電が 1% から増えなくて、どれだけやっても 1% から増えないので諦めてスマホから配信してます。でもスマホで配信するともうなんかいつもやってるこのスクショがさ、ちょっとになっちゃうんだけど、後で撮ります。そう、もうだいぶ古いさタブレットだし、あれいつ買ったんだろう。あれはね、12周年の公演をそのなんか覚えるってなって、そのなった時に買ったからもう4年前ぐらいなんですけど、ちょうどだから4年前ぐらいに買ったかな。そのなんか12周年で12公演一挙披露祭で、その3公演自分で覚えるってなった時にちょっともうスマホじゃちょっともうやっていけないぞってなって買ったんですよね。結構前だから4年前の話ですね。だからね、結構今日ほんといろんなものの充電がねちょっと今日はないです、割と。なんかまあ朝からお仕事だったんだけど、そのスマホも充電ないしタブレットはちょっと充電してなくて、使うときに事前に充電するって感じでいつも使ったから、こう常に充電があるわけじゃないんだけど、そうだからスマホの充電ももうあと 30% ぐらいで、まあでも今充電さしながらやってるから大丈夫なんですけど、
私なんか私のアップルウォッチももう充電ないそう、あ、今充電が切れた今ちょうど充電が切れましたね。ちょっと充電しよう。あとさ、なんかだからいつもこのタブレットでさ配信してるけど、まあ今日はスマホで充電してるわけじゃん。充電じゃないわ。充電にとらわれすぎちゃって。スマホでね配信してるでしょ。だからもうなんか画角もなんかいつもと違って調整したりするのめっちゃ大変だった。意外と変わるんだなと思って。そんなに変わるもんなのかって思ったけど、そう。でももう今日も6時半からミレタンのギャギャギャワイ公演が始まるし、あと私もちょっとやらなきゃいけないことが割と結構あるので、そんなに長くは配信するつもりじゃないんですけど、まあやれるところまでやろうかなと思います。とは言ってもって感じなんだけどね。でもやっぱり9月はもうちょっとどう考えても配信が出来なさそうなので、とはいえ8月もなかなかいろいろ忙しくしてたらあっという間にもう終わりそう。なんかこの25日になったあたりぐらいから急に31日までがあっという間に感じてて、だってもう明日28日でしょ。29、30、31って言ったらもう月末で、次はもう9月の1日じゃないですか。なんかどんどんなんかこの自分の体感の中ですごい先だとこう思ってたお仕事とか予定とかがなんか気づいたらもう明日みたいな結構そういう感じで、その気づいたらあれ明日だみたいな感じになってて、もうなんかびっくりなんですけど、ちょっと驚きを隠せずにいますね今。だからなんか一瞬すぎて結構戸惑ってる。初見です、ありがとうございます。本当にね、時間が過ぎるのが早いって言うけど、なんか時間が過ぎるのが早いっていうよりは、なんかね、1ヶ月の中で私の感覚でね、なんかいつも1ヶ月の中の半分ぐらい、
だからまあ言ったら15日ぐらい、中旬ぐらいまでは、例えばじゃあ8月だったらまだ8月かみたいな、もう9月まで全然あるじゃん、まだ1週間しか経ってないよとか言っていたのね。でも急にそれ結構23日ぐらいまでその感覚なんですよ、割と。あ、まだ20日かとか。でも突然だよね、23とか24日ぐらいになって急にあれ、もう思わなくて、8月終わらないみたいな。だからね、ずっと時間が早いっていうよりかは、その中盤急に追い上げてくるっていう感覚、私の中ではね、なんですよ。本当に急にスピードを上げてくる、なんかもう終わるよみたいな、なんか急かされる感じ。なんか夏休みとかと同じ感覚かも。そういう感じ。だからなんか不思議に感じますね。いつもそう、毎月そうなんですよ。7月の時も言ってたの。7月の時も、7月末は、7月の頭は割とそんなことなくて、まあ、結構仙台まで時間あるなとか、8月の頭とか仙台だったりとか、7月末のお仕事が意外といろいろあったから、その決まってる、そのスケジュールの中で決まってる、何お仕事とかが来るのまだだなって思ったりとか、なんか早く来ないかなみたいな思ってたんだけど、そう、そう、だからあっという間だねっていう話でした。無音になってるよ、一言も喋ってなかったです私が。無音を私が作り出してましたね、一言も今の間に喋ってなかった。ねえ、サマーツアー懐かしい。もうなんかこの間までやってたっていう感覚だったのに、もうやってない、もうやってないっていうか、もう16周年コンサートが迫っているっていう、その事実、別に何もまだ始まってないんですけど、別にそう何も別に始まってないんだけど、まだね、そのやってくるぞっていう、その発表されたじゃない。それこそ9月のさ、トーク会とかもなんかまだ、なんかまだかとか、早く来ないかなみたいな、9月意外と遠いなみたいな思ってたんだけど、その昨日一昨日ぐらいにかな、その浴衣を着ますってなったから、もうずっと浴衣を調べてたんですよ。どんな浴衣を着ようかなとか、
なんか何色にしようかなとかずっと考えてて、結構ほんと頻繁に調べてたんですよ。でももうそろそろちょっと頼まないとやばいかもってなって、ネットでこうまあこれにしようかなって目星をつけて注文したんですよ。でまあ注文したら大体このなんか何日から何日なんか発送予定みたいな出てくるじゃないですか。それがもう9月の頭で、危なーみたいな、結構日曜か月曜だから昨日かな、でもほんと危なーみたいな、これもうちょっと放置してたら危うく間に合わないところだったよね。だからそういう感じです。もうちょっとあると思ってたのにそんなことなかったっていう、びっくり。そう、怖いよね、もうすぐ来る感じ。なんか私9月12日かな、12日に、まあだから朗読劇が14日だったに朗読劇があるんだけど、私もうほんとそろそろやばい気がしてきてるなんか9月のねスケジュールがね送られてきたんだけど、これはやばいなっていうスケジュールしてたもうとんでもやばいぞっていう感じだね。やばいぞって言っておきながらみたいなところあるけど、もう毎日毎日ひたすら読んでみての繰り返しみたいな。そう、もう9月になったらきっとさあ、ほんと10月の、しかもそうだよね、そっか、ごめんなさい独り言ねごめんなさい独り言ばっかり言って、なるほどね、そっか、そうだよね、10月12、13、14とかだよね、16周年コンサート。あと1ヶ月半ぐらいしかないよね。あっという間じゃない？大丈夫かしら。でも大丈夫かしらって言ったところでなんだけど、すんごいあっという間じゃない？なんかびっくりしてますわ私今。秋ありそう？でもなんか夏終わった感じしますね、だいぶ。これ結構ショールーム花火大会2024って書いてあるけどこう周りも本当夏祭りみたいな感じなんですけど、結構もう夏終わった感すごい。なんか今日とかもなんか結構外涼しくて、なんか結構2日前ぐらいからずっと涼しいなって思ってて、そう、なんか夏終わったんかなみたいな。前新幹線の仕事で新幹線乗った時に寒すぎてもう着る服間違えたなって思うぐらいには寒くて、新幹線めっちゃ寒い最近。なんであんなに寒いんだろう、誰か教えて。
クーラーは使ってますけど、なんていうの、そう、なんかそんな極端なその涼しいじゃなくて、なんか外にいてもこううだるような暑さではなんか暑くなったなっていうふうには思いますよね。そう、なんか真夏感はないかも、あんまり。風があるからかな、わかんないけど。そう、最近だと雨も多いし、なんかゲリラ豪雨みたいなのが結構多いですよね。気をつけないと、本当に。そう、だからなんか、それこそ新幹線とかもさ、止まっちゃったりとかね、して、とかあったし。かと思えば、なんか、じゃあいざ、いつ降ってもいいようにと思って、大きめの傘持って出かけると降らないんですよね。なんかわかんないけど。あとなんか、うん、気圧のせいですか？なんかずっと頭痛いですね。なんかもう慣れてるからあんまり気にならないんですけど、薬も持ってるし、でもなんか、あ、頭重いかもみたいな、朝起きてなること多いですね最近は。やっぱり気圧が関係してるのかな。台風来てるし、今年の台風なんか台風なのにサンサンって名前でなんか天気良さそうって思った。なんか台風なのにサンサンしててどういうことっていう。雨降るのか晴れるのかみたいな。でも別にサンサンってさ、言って晴れ想像するの日本人だけなのかな。でもサンってあるもんね、 SUN でサンだもんね。海外の人は何とも思わないのかな。あとなんか2個続いてるからパンダみたいな名前だねみたいな。のもなんか誰かが言ってたな。確かに。そんなことまで全然考えてなかったけど。だからなんか、その、そう。
今何時ですか？終わろうかな、じゃあ。じゃあいつもの画角じゃ無理だから、ちょっと私が半分ぐらいになるんだけど、まあいつもみたいに集合を取って終わりにしたいと思います。撮ります。というわけで皆さんありがとうございました。バイバーイ。